じゃあみんなね、9日、この9ってあるでしょ、9日は何曜日か分かるの？木曜日。上行けばいいんだね、木曜日。それじゃあ14日、ここに14ってあります。火曜日。じゃあこの23ってあります。23はどうでしょうか？木曜日。じゃあ最後の31日、金曜日。何曜日？金曜日。じゃあ聞きますが、このカレンダーを見て答えてください。佐野君、いい？日曜日は何回あるでしょう？日曜日4回です。4回です。何？4回。どこ見るか分かるか？ここ見るんだぞ。いいか、フィタさん。日曜日の下を見ると1、2、3、4な。それじゃあ今度は火曜日を見てください。いい？火曜日見るよ。火曜日は何回あるでしょう？4回です。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4。このカレンダーを見てください。今月は何日まであるでしょうか？一番最後の日は何日ですか？31日。これが最後の日のね。ところがね、あの月によってね、30日で終わる時もあるしね、それから28日で終わる時もあるな、29日で終わる時もあるし、いろいろな時はあるからちょっと分かんないのね。それじゃあ、日曜日は何回あるの？4回って言ったじゃん、さっき。あ、こっちか。土曜日、間違えた。土曜日は何回？4回です。1、2、3、4、4回か。なるほど。こういうのをカーレンジャーと言います。覚えてる？カレンダーってのはこれ僕知ってる。カレンダーのポーズ知ってる。練習したもん。こう出してこうやってやって、それでこうやってやって、こうやってやって、シュワーシュワーシュワー。あれみんなポーズ違うんだってね、カレンダーってね。プシッ、カレンダーあんなの。あ、カレンジャー？カレンダー。カレンダー。カレンダー。カレンダーの。カレンダー、カレンダー、カレンジャー。カレンダーのポーズ知ってる人いる？できるでしょ。ちょっとやってみてごらん、あんた。こうやってやるの？そう。あんたかっこいいね、やっぱり。俳優のあれよ、お前。だいたい顔がかっこいいもん、お前。正義の味方の顔だ、それ。いい。よし。今からサインしておく、一人で行けよ。な。先生、大事に取っとくから。君は、アカデミー賞と。皆さん、この人ね、大人になったらね、俳優になりたいんだって。昨日聞いたら、プリクラになるよ、プリクラ。プリ、アンパンマンになりたいって言ってみたけど、アンパンマンにあんまり進めないけどな。なりたいよ。え、みんな何になりたい、何になりたいの？俳優。俳優はいいけどさ。俳優。この前聞いたな。俳優っていうのはさ、剣で戦うことだよ。戦うだけの俳優じゃないよ。だから。テレビに出る。映画に出る。じゃあ、好きな女の人と別れるときにちょっとシーンやってみな。俳優のテストしてやるから、ちょっとガニアシ君がおかげからタレントテストします。いや。で、今ニハシ君が、いいな、ニハシ君がなんか悪いことをしてお父さんに叱られるところをやります。で、ニハシ君はいかにも僕は悪いことをしました、悲しいことをしましたという表情をしてみせます。その表情になってるかどうか。よーし、スタート。お前は何でそんなするんだ。いかじゃねえか。笑っちゃダメよ。なんだって？山沢さんをいじめたんだって？いかじゃねえか。うまいね。見れて叩いてあげてよ。じゃあ今度は宮橋君が幼稚園先生にいいことして褒められるというシーンをやっています。で、宮橋君が喜んでニコニコ笑ってわーというような感じで、私僕は嬉しいなっていう顔を表情してみせます。いいね。まあ宮橋君よかったわね。わー
これちょっとタレントっぽいな。よしよし、寝てて大丈夫。ニハシ、あの俳優の誕生です。お前慣れるぞ、本当に。東京、気持ちも座ってるもん、お前。な、よし。ごめんな。はぁまあいいや。本当はね、今日季節にだけど、季節の勉強も前にしたもんで。何？季節の勉強したい？したくない。したくない。本当？帰りたい。もう帰りたい？したい。え？したい。したい。したい。季節ね。したい。したい。前やったでしょ、春、夏、秋、冬って。してるとうんこがもらえるのね。したいよ。してるとうんこがもらえるんだよ。え？してるとうんこが漏れるよ。何をしてるとうんこが漏れるの？ん？秋の勉強。秋の勉強してるとうんこが漏れる？そうだよ。どうして？だってね、あのね、秋がね、だってね、秋ってさ、もみじが茶色くなるでしょ？の茶色い色がうんこだから、そのようにバシになったらうんこが出る。で？え？あ？秋になるともみじが茶色になるんだって。それで、うん、赤くなるって聞いたことだけど、茶色になるっていうのは、赤から枯れて茶色くなって、うん、うん、それが何、うんこの色になるの？そうだよ。それはどうしてあんたのうんこと関係あるの？何もない。うんこがとさっと出るの？違うよ。秋の勉強をしてるね。それで、それから、うん、うんこに行きたくなって、うんこを回すわけ。あんたやっぱりうんこが好きなんだ。うんこ好き嫌いだよ。うん、でもソクラテスは言ったよ。あ、ソクラテスという偉い人は昔言ったのよ。自分のクソはいい匂いって。そう、やっぱり。まあごめんね、今日はあの一応季節の勉強のためにあったんだけど、やめましょう。では、いいよ。時間ちょうど時間だもんね。な、じゃあ終わります。いいよ。